皆さん、こんにちは。なるほど。てんです。今日もレスキューカットで遊んでいきたいと思います。さあ、ステージ121ですね。大きいトラップですね。ちょっと見たい、ちょっと見たい。ごめん、ごめんね。うわぁいや、ちょっとひど,か <laughs> ひどかったですね。ちょっと思った以上に。さあ、これでクリアと。いや、今、エスプレッソラテ飲んでますからね。夜、何時ですか今、深夜の。 夜11時41分ですかね深入りのコロンビア豆100%ントうということで結構濃いですよ。わあーひどいこれど,どうやって抜け,抜けてるんですかねすり抜けなどですねさあステージ123とうんコーヒー飲んでるのにまだ眠たいですからねちょっとおっあこれ塞がってるから通れますよってことですかさあクリア まあ今んとこそんなに難しくないからいいですよね。もうステージ124なんですけど。もっとなんか、切るのが増えると難しくなるんですかね。えー、っと、まク、あ、マちゃん引き寄せて、これ、ボール割れるんじゃないですかね。あ下に罠がある大きい。ドカーン。わあこれダメっぽうですか、もしかして。あのボールがあるから跳ねたり。 しないですかじゃあ先にクマちゃんを落とすとクマちゃん来ないちょっと待ってえー、じゃあこう来てクマちゃん来た時を落とすダメですかうんどうすればいいんですかねこうやって壊しておいて来てからクマちゃん来て落とすと OK です尊い犠牲のもとですね助かりました エクセレントさあプリズムブレイクとなんかですねブレイクファーストみたいな感じ、ね、なんか幅ティータイムみたいな <laughs> あちょっとっ助けてなかったオッケーですビヨーンといやーいいですね痛快ですねさあスペシャルキャラクターということでまた新しい方が <laughs> おトラちゃんええー、おこれはどういうこと はい、で、こう来て、こう行くんですかうわやられた <laughs> やられたと。おなんか難易度上がりましたかこうすると多分ドーンでしょんどういうことですかね <laughs> 同時にやられちゃった。こっちからトラちゃん倒さないってことあこういうことですか。まさか。 あの板全部崩せるってことですかすごいですね。皆さん遊ばれてますかどれぐらいステージ進んでますかねちょっと皆さん負けないように。さあステージ126でございます。うんじゃあさっきと同じ感じで床落としますか。床落とすと。あダメですね。ちょっとやり直しましょうか。あでもこうするとこうしてこうでしょ ダメでしょあじゃあそうこの床だけうまく壊してダーンってバズーカで倒していただいて最強の乗りとではステージ127うーんとこうですかワンニちゃん倒していただいてコロコロコロンとよーしな難易度があれですよね上がったり下がったりしますからね さあ次へ128うわ手榴弾上に向かって投げてるうーん大体主人公主人まあ主人公か分かるんですけどこの捉えられてる方2つロープある時って片方あれですよねこうしますよね <laughs> であこっちじゃなさそう多分こっちっぽそうこうして下げてドーンドカーンバッチリ バッチリですね。エクセレント。いや、面白いですね。サクサク進みますね。えー、じゃあ、床壊してから落として倒していただいて、お、出口が左の方にあるパターンがありますね。ああ、だと左向きに進むんですね。なるほど。お、今、広告出たファンダムシティさんも、いやー、ありがとうございます。ご視聴ものすごく多くて、私もお遊びしてたんですけど、 容量が大きすすぎてちょっとダメだっとだたんですよね悲しいですよ。ロールプレイングとか。わあ <laughs> ちょっと怖い。また新しい武器が増えるんですね。なんかいろんな武器が今度なんかたくさん出てきそうですね。総集編みたいな感じで。さあ、ニューキャラクターですね。なんか変わった服装ですけど、パジャマですかね。<laughs> わかんない。いや、先ほどのファンダムシティさんもそうですけど、 ご視聴回数1000回超えてますからいやありがとうございます是非こちらのレスキューカットサーブですねご覧くださいませ、えー、ではですね今回の動画以上とさせていただきますご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう